はい、こんにちは、大島です。それではですね、今回も動画を撮っていきたいと思います。で、前回ね、見ていただいた方はそのコンサルティングビジネスのね、良さとか、まあ難しい面もあるし、簡単な面もあるし、素晴らしい面もあるっていうのは、非常にね、お分かりいただけたと思うんですね。で、じゃあ実際に自分がそういうふうにどういうふうに修行していくのか、コンサルティングビジネスでどういうふうにそのお客さんを取っていくのかっていうところを今回はお話ししていきます。はい、で今回使っていくのは SNS ですね。まあ、実際これを見ていただいている方は、私のブログを読んでいただいたりとか、あとはメルマガ、LINE アド、Facebook、YouTube、いろんなところから来ていただいていると思います。それをね、自分で実際に構築する方法を今回は教えていきたいなと思っております。はい、でまずいろいろありました。今も上がりましたね。アメブロ、Facebook、Twitter、ミクシー、LINE アド、いっぱいあります。今ね、いっぱいあります。何使っていいのか分かんないっていう方も結構多いと思いますが、私がおすすめするのは、まずもってブログですね。まずもってブログをやった方がいいです。で、ブログやった方がいいんですけど、ブログっていうのはね、育つのが遅いんですよ。だから、諦めてしまうパターン多いですね。なので、ブログは当然やってほしいんですけども、あとはね、Twitter と Facebook。これもね、実際にやってほしいです。で実際に全部ねやってやるのは結構難しいです。実際時間もないしね。ただ僕は今回はね、一番いい方法をお伝えしますので、一番いい方法をお伝えします。そして、一番いい方法を教えるとともに、明日からでもね、誰でも、できるような、方法も、そのまま、両方とも教えていきたいなと思ってます。でブログに関しては、よくね、種類はアメブロ、僕はアメブロを一番おすすめします。アメブロは誰でも始めやすい。アクセスが集まりやすいんですよね、アメブロっていうのは。アメブロはアクセスが集まりやすいから、アメブロにしてくださいということです。でこれ他のセミナーとかでもよく言うんですけども、 Twitter、Facebook っていうのは結構速攻性があるんですね。すぐにお客さんが取れる。まあ、成功曲線でいうと、ブログが、アメブロがですね、全然結果が出なくて、いきなり結果が出る時があると。Twitter はですね、もういきなり、まあ、育ったらそれはそうですけど、まあ、結構こういう風になる時が多いですね。Facebook はまあこんな感じですかね。まあ、こういう感じ。メリット、デメリットがあります。その代わり、ちょっとね、これ、あれですけども。資産になるとか、後々伸びる、そしてすごく役に立つという部分においてはブログが圧倒的です。これ分かりづらいかな。伸び率ね、将来的な伸び率はブログが一番です。遅いけどね、育つのは遅いけど、最終的に一番役に立っているのはブログです。Twitter はこんな感じですね。 Facebook はまあこんな感じ。ちょっとね、言葉で言ってもなかなかわかんないんでね、図で表せましたけども、育つのは早いけど影響力はそこまでない。育つのは中ぐらいだけど影響力はそこそこある。ブログは育つのは遅いけど影響力がずば抜けてると、まあ、こういう感じです。なので私がいつも教えてるのは、この3つの SNS を同時になるべく育てていきましょうっていうことですね。で、心配なくていいのはブログさえ書けばね、ブログの記事さえ書けば1日1回とかね、まあ、僕は1日1回では今書いてないですけども、記事例えば書いたらもう全部コピペでいいんですよね。コピーでもそんなにかからないです。だからこれを書いてあとコピーすればいいだけなんで、数分で終わりますね。これ自体は、まあ、30分から1時間ぐらいかかるかもしれませんけども、コピーなんで、まあ1分ぐらいですね。どうせならやった方がいいじゃないですか。能力は同じなんでね、これさえ変えちゃえばコピーするだけなんで。で、強いのはですね、その集客する方法、当然その見てもらって、その自分でね、
書いたブログとか共感してもらってお問い合わせいただいた方に対して販売するのが一番いいんですけども、やっぱなかなか最初はねそうはいかないです。影響力もないし文章力もやっぱ弱いしコンテンツ力もやっぱり弱いから、なかなかねブログから集客をしてお問い合わせが来るとかそこまであんまりないです最初はね。だから最初は、Facebook とか Twitter でね、まあ、単純に DM を送る、まあ、ダイレクトメッセージを送って、実際にコンサルティングを取っていくっていうのが一番早いです。意外とね、そんないきなり言ってお客さん本当取れるのって思うかもしれませんけど、さっきも言いましたよ、一人でいいんです。一人自分の商品サービスが分かってくれる人がいればいいんです。一人だけ、まあ、そう考えたらできると思いませんかね、という話です。で、別にこれをねひたすらやってるわけ、ずっとこれひたすらやってるわけじゃないですよ。あるので、最終的には影響力があって自動化する。例えばメルマガ、ステップメール組んだり、さっきみたいにそのお問い合わせページからね、メールが勝手に飛んだりとかね、する方法をしっかりと構築していけば、最終的にはほぼ自動化になりますけども、あとアクセス集めてね、例えば Facebook ページをやって広告を出したりとか、セミナーを開いて、そのセミナーの、開催の、ページを広告に出すとかね、集客の方法っていろいろあるんですよ。実際に無料でね、いろいろ集めていくっていう方法をマスターしたら、あとはその後は、有料でね、広告を出していくっていう方法も十分あるんで、これだけじゃないです。実際、最終ゴールはね。ゴールはこれだけじゃないです。実際に記事ずっと書かなきゃいけないの嫌だな。集客ずっとしなきゃいけないの嫌だな。なんかね、その毎日ブログアップしたり、SNS アップしたりするの嫌だな。っていうのも全然大丈夫です。最終的には広告で回せるようになったりとかしますんでね。ずっと前これからね一生記事を書き続けなければいけないっていうわけではないです。むしろですね、ここで言うとすごくいい報告というか、今までちょっとね本当にできるのかとかね、結構難しいこととか大変なことが言ってきましたけども、コンサルティングベースのすごくいいところっていうのは、例えばこれを構築するじゃないですか。で頑張ってこれね合計ですよ、例えばこれで、35万円の商品を1人売るっていう計算にしますけども、これをですよ、例えば3人で105万なわけですよね。105万、要はこれ9人で315万なんですよ。だ逆に言えば普通の会社員今ね300万年収300万ぐらいだったとしたら、9人取っちゃえば何もしなくていいです。逆に言えばね、あとはフォローだけ、サポートね、お客さんのサポートをしっかりやればいいだけなんですよ。だから例えば今月1ヶ月ねもう頑張って、ひたすら頑張って9人35万売りましたと、そしたらぶっちゃけ普通にそんなにね生活水準上げなければ1年間何もブログ更新しなくてもいいんですよ。これ結構すごくいいことじゃないですか。これは僕実際にそこまで考えてコンセプトになったわけじゃないんですけども、実際になってみたらこんな感じだったんでね、一回僕もそれでねサボってしまった時があったんですけども、実際こうなんですよ、だからそのずっとやらなきゃいけないっていうか、サラリーマンとかね会社員とかでずっと働かなきゃいけないっていう概念がないんで、そもそもね、働きたい時に働くし、働かなくてもいい時に働くればいいし、稼ぎがなくなってきたら集客してコンサルティングを取ればねいいだけ、その他は遊んでても別に海外旅行行っても別にいいわけですよ。自由なんですよね。それもすごくいい面です。コンサルティングビジネスっていうのはね、情報があるし固定してないからね、場所が固定して決まってるわけではないので、そういうのができます。だからこれね、今ちょっと脱線しましたけども、ずっとこれやらなきゃいけないわけではないんですよ、休んでもいいしやらなくてもいいですね、1年間の中を3ヶ月だけ集中してブワーってやってね、9人集めてやめたって言ってね、あと遊んでもいいわけです。僕はあまりそれはおすすめしませんけどね、まあそういうやり方も全然あります。まあ、それよりもねいっぱい、ね、ちゃんとした商品を提供して、ちゃんとしたね会社として大きくして、例えば、ね、年収1000万2000万で伸ばして、僕としてはやっていってほしいですけども、全然こういうのも可能です。まあ、僕の生産も、ね、こういうの目指している方も全然いない、とりあえず自由になりたい、そんなにいっぱいねお金必要ないから、自由になりたいっていう人もいらっしゃいますんで、こういうふうに当然やってる方もいらっしゃいます。はい、
ちょっとね、脱線してしまいましたけども、最初に言っておきます。ずっとやらなければいけないわけではないと。まあ、中ではね、文章を書いたり、情報発信ね、したくないっていう方もいらっしゃるとは思うんですけども、その人たちも大丈夫です。今の考え方を持って、しっかりと最初だけは、しっかりと頑張っていただきたいなというふうに思います。はい、でまず SNS で集客する方法をね、今お話ししていきますけども、まあ、要はこの3つのね、SNS を育てて最初は、少ないところから始めていってほしいなと思います。で、これは今回ね、コンサルティングを自分の方、コンサルティングを売るっていう方でお話ししましたけども、実際はこれね、どんなビジネスでも使えます。うん。エステサロンさん。僕もね、そういうエステサロンさんとか、店舗ビジネスの方にコンサルティングもしてますけども、そういう人たちにもこういうね、ブログで集客する方法、ね、全部使えます。要は何か商品を売るときに自分をブランディングをして、自分をね、こう見せて、自分の商品サービスをよく見せて、SNS で集客をしていくという方法を、取ってほしいですね。で、最終形ですよ。今これね、アメブロとりあえず書いたら、Facebook、Twitter コピーしてやっていきましょうというふうに、お伝えしました。でどれぐらいね実際ね拡散できるのかっていうのを、うん、ざっくりの目安で言いますけども、僕今、Facebook ね友達5000人例えばいまして、まあ大体いいねがね200から300ぐらいつきますね。でまあ Twitter は、2万8000人ぐらいね人、あとフォロワーがいて、まあ、大体1回の投稿につき、3000PV ぐらいはあります。で、アメブロに関しては、まあ、アクセスはね、そこまでないんですけど、まあ、1日1000ぐらいですかね、今はね。1000から2000ぐらい。でもね、リストが取れてますね。メルマガとか、あとは LINE アットのお客さんは、常にどん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 増え続けてます。で、ここからね、セミナー案内したり、コンサルとかね。っていうものを販売してます。で、皆さんもこれぐらいの影響なく、まあ、これぐらいね、1日ですよ。1日の話です。1日にね、これだけあったら、どれぐらいね、集客ができるかなって、大体予想はできると思いますね。先ほど言った、これでいいんですから。一人だけ、とりあえず一人だけでいいわけです。ね、よく書いてるの5人、10人ってやっていくのであれば、もっともっといろいろやることもありますし、広告もありますし、ね、これだけじゃないです。ただ、まずは、これ全部無料ですからね。無料、これはすごいことですね。無料。これがすごいことです。で、この無料でね、できる範囲で、で、月一人でいい。無料でできる範囲で、これぐらい最終的に影響力ができる SNS を使いながら、一人でいいと。いうことですね。一人集客さえできれば OK と。いうところで、一人さえ集客できればいいということで、やってみたら、非常にね、希望が見えるというか、まあ、一人でいいんだったらって結構できると思うんですよね。だから、例えば、他の代理店とかね、アフィリエイトとか、さっき説明しましたけども、その利益率だとやっぱちょっときついですよね。これがね、例えば10人、100人、ってなると、やっぱりどうしてもね、集中力も落ちるし、マインドが落ちる、モチベーションも下がってしまう。で、このね、SNS を駆使して、ブログなんてね、4500万人登録してますからね。全員がアクティブじゃないですけどね。こっちがまあ2400万人。まあこれも Facebook の同じぐらい、まあ3000万人ぐらいかな。まあ4500万人ってもう人口の3分の1ですからね。うん、これぐらいの人たちが使ってるわけです。なので、この SNS をね、使っていけば当然集客ができるんですよね。で、やり方としては、まずはアメブロを書いてコピペコピペ全然いいのでね、それでどんどん育てていきましょう。で、一番重要なのがブランディングっていうところです。実際に、自分のことをね、ファンになってもらったり、自分の商品サービスを、最終的には買っていただくのでね、買っていただくので、そのなりに、自分をね、アピールしなきゃいけないんですよ。
自分の商品はいいですよ、いいですよ、情報発信しなきゃいけない。ブログ書き方ね、コピーライティングの方法とかを学んで、しっかりと、やったりとか、あとはデザインですよね。しっかりとデザインを構築して、で、例えば僕がコンサルティングだったら、一人企業をやりしましょうっていう、ね、テーマを突き詰めて、自分で情報発信をしていくと。情報発信していって、最終的に、信頼してもらって、セミナーとかで、商品を買ってもらったりとか、あとはメルマガ、LINE やったとか商品を買ってもらったりとか、ブログから直接お問い合わせいただいたりとか、っていう風にして、そこで実際にお会いするのか、もしくは電話、スカイプなのか、セミナーで実際にお会いするのか、まあね、僕も今名古屋とかも行ってますけども、そういうところで、セミナーでお会いするのか、まあ、それはわかりませんけども、何かしらね、そういう集客の媒体、広告とかもね、出してますから、そういうところから、実際に集まってきて、僕のことを信頼してもらって、で、買っていただくと。うん、で、この仕組みを皆さんもね、ぜひ作ってね、自分のビジネス、自分のその商品サービスっていうのを作って、で、言いましたね、条件としては情報だったり、その講師を教える側に回って、その情報や、まあ、技術やサービスっていうものを SNS を使ってね、ブランディングをしっかりして、販売していくというふうに、ね、やっていけば、まあ、一人企業を小さく始めて大きく稼ぐことが、可能になります。ね、言いましたよね。一人だったら、一人でも十分なんです。一人でも企業独立できるレベルなんですね。こういうビジネスは。だけど、こういうふうに増やしていくことによって、どん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 稼ぎが増えてきます。当然、僕のコース、ね、教えるっていう量は増えます。ただね、その教える量っていうのは、皆さんも今、これでね、この動画で見てるように、僕も会員サイトをね、があって、それを生徒さんに渡したりとかしてますよね。してるんですけども、そういうのをね、使って、どん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 その、情報をね、お渡すコンテンツを作っていくと。コンテンツを作って、どん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 そこを自動化したりね、あとは、マンツーマンじゃなくてグループでコンサルしたりとかね、結構僕も言われるんですけども、そんなにいっぱいね、生徒さんいっぱいいたら大変なんじゃないですか、実際自由じゃないじゃないですかって言われますけども、そんなことないです。実際にグループでやったり、セミナーでやったり、動画を渡して、それで学んでもらうっていう仕組みを作れば、一人でも十分、多くの生徒さんを持っても平気なようになります。はい。で、まあ実際にね、これぐらいね、資金ができますので、人を雇ってね、組織的に教えてあげたいっていうふうにしても、十分、スクール形式にしてね、やっても十分いいんです。そうやってやって、だん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 スクールにしたりとか、DVD にしたりとかね、先ほどやっていった、自動化したり、うん、っていうところに、どんどん発展していくわけですよ。だから最初は、コンサルティングでやっていくと。で、集客は SNS でやっていくと。無料ですからね。資金がないわけですから。小資本でやっていく SNS でやっていきましょうっていう話です。はい、ということでですね、今回はそのコンサルティングじゃどういうふうに言ったらいいのかというところで SNS をね活用する方法を今回お話ししました。はい、それではですね、実際、今回の動画は終わりなんですけども、次回の動画でですね、私からまあ特別なね、プレゼントオファーの方がありますので、そちらも次回最後の動画になりますけども、楽しみにしてお待ちしていただければなと思います。はい、それではですね、今回この動画も終わります。それではですね、それではですね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。